今回は僕が持ってるお気に入りのエクワックスをご紹介していきたいと思います。どうも皆さんこんにちは、川島貴博です。いつもご視聴ありがとうございます。今回なんですけども、まあ前にもねご紹介したことあるんですが、エクワックスについてご紹介していきたいと思います。こう見た目もかっこよくてね、機能面も優れていて、で結構古着屋さんだとまあ値段の誤差はあるんですけど、割とねコスパいいアイテムだと思いますので、気になってる方も多いと思うんですが、僕もよくねコーディネートとかで使ったりとかするので、問い合わせの DM が結構来たりとか、あとねいろんな世代があるのでね、これどの世代ですかみたいなコメントがあったりとかするので、ちょっとねまとめてやっちゃと思ってます。前に動画出した時にはこのレベル7と、あと今ねクリーニング出しちゃっててないんですけども、このねレベル3の方のカーキ、緑っぽいカラーのやつなんかをねご紹介してたんですが、その後にね古着屋さんとかで僕もちょこちょこ増えてるので、ちょっとまとめてご紹介していきたいと思います。はい、っていう感じでね、まずエクワックスとはっていうところからご説明していきたいと思います。もうご存知の方もいらっしゃると思うんですが、そういった方はねちょっと飛ばしちゃってください。エクワックスとはってところなんですが、エクステンドコールドウェザークロージングシステムの略で、1980年代後半に米軍において正式採用された極寒冷気候向けのレイヤリングシステムのことを言います。拡張式寒冷地被覆システムとも呼ばれていて、下線のインナーやライナーを活動地域に合わせて組み替えるシステムになっているので、こう現在はねレベル1からレベル7の組み合わせにより様々な気候に対応できるような画期的な洋服のシステムになっております。でそのエクワックスなんですけども、第3世代まであって、こう年代によって世代が変わっています。まあその世代っていうのがねジェネレーションっていう英語になるんですけども、それを略して GEN と表記されていることが多いです。で現在古着屋さんでよく見かける第3世代はこうレベルで分けられているんですけども、第1世代はレベルではなくレイヤーという概念で分けられています。そのレイヤーはね1から5までありまして、吸汗拡散生地のアンダーシャツとズボン下がレイヤー1、パイロ織物のジャケットとオーバーオール、まあ、ベアスーツと、あとはズボン型キルティングライナーがレイヤー2で、レイヤー3っていうのはジャケット型キルティングライナーとナイロンコットンズボンで、レイヤー4は防湿透水生地のパーカーとズボンになっていて、レイヤー5が雪の迷彩のギリースーツといった形で分けられています。そして2006年頃から第2世代っていう風に変わりまして、第1世代と大きな変更はなかったようなんですが、第1世代のレイヤー2のパイロ織物のジャケットがフリースのジャケットに変更されているそうです。で第3世代に関しましては2008年頃から切り替わりまして、第3世代は保護戦闘服を参考にし、レベルという分類をした上半身7種類と下半身5種類を組み合わせたシステムになっています。それをねちょっと長くなっちゃうんですけど、レベルごとに分けると、レベル1は薄手の吸汗拡散生地のアンダーシャツとズボン下で、レベル2がやや厚手の吸汗拡散生地のアンダーシャツとズボン下で、レベル3はフリースジャケット、まあこれですね。でレベル4はウィンドジャケット、レベル5は撥水生地のジャケットとズボン、そしてレベル6は防水透湿生地のジャケットとズボンで、レベル7っていうのが中綿入りパーカーとオーバーパンツ、まあ、マシュマロスーツって言われるようなものですね。そういったものに分類されています。で僕が持ってるのは第2世代のレベル3と第3世代のレベル3とレベル7を僕は持っています。まあ、そんなところなんですけども、アウトドアウェアの機能を取り入れたアメリカ軍の戦闘服なので、機能的にもかなり優れています。でね、それぞれ僕が持ってるものをご紹介していくと、まずはこのジェネレーション2のフリースのものをちょっとご紹介していきたいと思います。このフリースはね、放出が極端に減りつつも人気の高いミリタリーアイテムになっているらしいです。古着屋さんでよく見かけるのはこっちのねジェネレーション3の方だと思います。僕もたまたま見つけて、あ、ジェネレーション2だっていう感じでね、で7000円しないくらいだったのかな、なんか思わず購入してしまいました。で結構人気も高くて、ジェネレーション3よりもアウター使いできるような、なんていうのかな、パタゴニアのレトロ X みたいな感じでね、フリースボアアウターみたいな感じで着用できる肉厚さが結構特徴的になってます。でジェネレーション2はエクワックスのシリーズの中で初めてポーラテック社のフリースが採用されたモデルになってまして、クラシック300という最も毛足の長いフリースを使用されています。このね胸から上のところに切り返しになっていて、ナイロンが使用されているので、アウターを着用しやすい仕様になっています。やっぱり袖通しというか、やっぱこの上に切るときにもナイロンだとスルスル切れますので、そういった仕様がね選択されています。であとはですね、フロントジップに関してはダブルジップになってます。だから下からこういう風に開けることもできるんですね。でこれもねジェネレーション2のフリースの特有の仕様になっています。でカラーに関しましては、ブラックとコヨーテが存在しているみたいなんですが、
トヨテのカラーは海軍用に採用されたカラーになっているそうです。色によって結構意味とかもあるみたいですね。はい。で、その後にこのジェネレーション3の方のフリースをご紹介していきましょう。こちら。これのね、緑のやつなんか僕よく着てたと思うんですけども、その色違いをしれっと着てました。で、こちらはね、ジェネレーション3のレベル1から7の中のレベル3のアイテムになります。で、この素材にはポーラテック社のサーマルプロフリースを採用していて、吸湿性、保温性、軽量に優れた素材で非常に暖かくて着心地のいいものになってます。ジェネレーション2よりもね、すごくね、軽いし、なおかつ柔らかいっていうのが特徴ですね。この生地を使うことで、レプリカだったりとか偽物などと見分けられるようになっているそうです。そして速乾性もある生地なので、お手入れなんかも楽にできるものになっています。で、特徴としてはこの肩の部分と、あとはこのね、肘から下の部分、ここにですね、ナイロンの切り替えが入っていまして、これはね、補強のために入っているみたいです。ただですね、この両胸のところにベルクロのベースがついています。なので、ここにね、階級章だったりとかをつけるのかなっていうところになります。こうフリースのアイテムとかだと、やっぱユニクロとかそういったところがね、強いと思うんですけども、まあそういったところとはちょっと差別化していて、こうミリタリー感とかが満載のフリースになっています。まあなんか古臭さとかね、色使いなんかはミリタリー感感じられたりとかするので、僕はデニムとか、あとワークパンツとかでこれ合わせるの結構好きなので、まあそんなコーディネートもありだと思います。でね、これ内側にもポケットがついてるので、こんな感じ。ここにね、大きいね、メッシュのポケットがついてるんですよ。多分ね、iPad 入っちゃうくらいのサイズなんですけども、まあそういったね、収納力のところも魅力のアイテムになってます。だから秋口とかはね、すごく使いやすいアイテムです。はい。そして最後なんですけども、このジャケットをご紹介していきましょう。こちらがですね、第3世代のレベル7のジャケットになります。摂氏マイナス18度から摂氏マイナス46度まで対応できる仕様になっているそうです。だからね、僕が持ってるこういう風なね、厚手のジャケットの中でもかなり暖かい部類になります。で、中綿に関しましては、プリマロフトっていうその人工羽毛が採用されておりまして、羽毛を使ったダウンの暖かさを上回るほどの保温性と機能性があります。プリマロフトはね、撥水性にも優れているので、水洗いもできちゃうので、自宅でのお手入れとか、まあ、洗濯でね、すごく便利だよっていうところがあります。やっぱダウンジャケットいいもの買っても、羽毛のものだとね、クリーニング屋さんに持ってって、で、しかもダウン専用のところだと、高いと1、2万取られちゃったりとかするじゃないですか。まあそういったところのね、ケア面もすごく楽です。こちらのジャケットに関しても胸のところにね、マジックテープのベースがついてるんですけども、排気性やネームをつけるためのものだそうです。で、袖はラグランスリーブでね、腕にもしっかりとプリマロフトが詰まっているんですが、非常に動きやすい仕様になってます。僕が持ってるのはサイズがね、エクストララージレギュラーっていう感じでかなりでかいものになっているので、そういったね、サイズ面のところもあると思うんですけども、元からかなりゆったりとしたデザインになっています。で、裾のところもね、ドローコードで調整できるので、そのドローコードがね、このポケットの中にあるんですよ、この紐。これを引っ張ることで、裾のところのね、調節なんかもできるので、でかすぎるからといって、下からの風が入ってこないようにもできるので、まあ、そういった機能面もね、すごく愛用しているポイントの一つになります。でね、この襟のところ、ここにはね、フードが収納されていて、用途によって出し入れもできるような作りになってます。けど、僕は一回出すとめんどくさいんで、ずっとこのスタンドカラーの状態で着用してます。なんかね、やっぱ、フードありとなしでね、だいぶ印象が変わるのと、スタンドカラーの方がこういう風なね、厚手のジャケットは使いやすいなっていう風に思ってるので、まあ、そんな使い勝手をしております。で、これもね、収納力やばくて、フロントのところのね、ポケットももちろんなんですが、内側、こんな感じで、ね、めちゃくちゃでかいね、メッシュポケットが両方にあるんですね。なので、カバン持たなくてもね、大体入ります。僕一回ここにパソコン入れて事務所行こうかなと思ったこともあるくらいですね。でね、これいろいろカラーがあるんですけども、このジャケットの中で一番出回っているのがグレーのカラーになるんですけども、ベージュブラウンに近いコヨーテや、軍の実物でなければブラックなんかもあります。で、コヨーテは、米軍海兵隊に支給されたもので、ハッピースーツと呼ばれているものですね。ブラックに関しては軍への納入品ではなくて、シカゴ警察が着ることを想定して作られたと言われているそうです。で、カラーについてはね、諸説あるそうなので、今お伝えしたのが一概に正解とは言えないんですけども、気になる方はね、ぜひ調べてみてください。よかったらね、コメント欄とかで詳しい人教えてください。僕もね、知りたいんですけど、なんか諸説ありすぎて、こういうね、SNS 上で発信してなんか間違ってたら嫌だなっていうのもあるので、で僕はこのね、オリーブみたいなカラーなんですけど、これ何なんですかね。よくわかんないです。あとな、会社に関してもね、作ってる会社によっていろいろね、出来がいい、出来が悪いみたいなのあると思うんですけども、まあ、僕はこれかなり気に入っているっていうところの一点でおすすめしております。はい。これなんかね、僕古着屋さんで確か3万円くらいで購入したんですけど、最近見た古着屋さんだと5万とかしてたので、まあ、時期とか流行とか流れとかいろいろあると思うんですけども、まあ、なんていうんですかね、いろいろ見て、こう相場をね、自分の中で把握するっていうのはすごく大事かと思います。最後にね、ちょっと1着ずつ着ていきたいと思います。
はい、まず1着目はジェネレーション2のフリースジャケットになりますね。もうかなり肉厚なのでフリースジャケットっていう感じで着用した方が僕はいいかなと思います。で、袖のところも程よいゆとりがあるんですけども、この袖口のところにマジックテープでのね調節もできますので、こうアウターとして使った時にインナーで使ってるものの袖口に合わせて調節するとか、あと寒い時はね風が入らないように自転車とか乗ってると入ってくるんでね、そういった時にはビチッと締めて着用するのもありだと思います。このね両脇のポケットにもジップがついているので、物が落ちたりとかする心配もないですし、何気に気に入ってるのはね、このやっぱ切り返し、同色のねブラックでの切り返しになってるんですけど、ここがワンポイントアクセントになっててね、なんか古臭い感じとミリタリー感がねマッチしているので僕は好きです。で、前を閉めるとこんな感じです。まあマイクが隠れてるので音声がぶっ壊れてるかもしれないんですが、こんな感じでね首元しっかりと保護してくれるので保温性もすごく高いですし、ここのね厚みも結構あるのであんまりね垂れてこないんですよ。まあ、そんな感じのフリースになってます。次ねジェネレーション3のフリース着てみます。はい、着替えてみました。これがジェネレーション3の方のレベル3ですね。さっきのやつサイズ気になる人いると思うんですけども、僕も分かりません。なんかタグのとこがねもうかすれちゃってて全然分かんないんですけども、参考になるか分かんないんですけど、こっちの方はミディアムロングっていうサイズになります。こんな感じですね。やっぱりねさっきのジェネレーション2のものよりもかなり柔らかくて、襟のところとかはね全然立たないんで、このクタッとしてるような感じになります。僕ねいつも前開けて着るときにはこんな感じでだらしなく着てますね。はい、でねやっぱりこれはねインナー使いもできるような薄さになっているので、ジャケット使いするとねかなり寒いと思います。ただ中で着るとか春とか秋にねこういう風にニットの上に着たりとかロンティーの上に着てる分にはすごく使いやすいのでかなりおすすめですね。このポケットの部分にはねジップ等がついてないので気軽に手が入るようなシステムになってるんですけど、物は落ちやすいので要注意です。これもね前閉めてみましょう。はい、こんな感じですね。またマイクがね隠れちゃってるのでちょっと音声こもっちゃってるかもしれないんですけども、これに関してもねすごい首の部分しっかりと音声も高いですし、高い位置まで来てるので顎が隠れるくらいですね。それくらいのサイズになってます。やっぱすごいあったかいんですよねこれ。着心地も柔らかくて着やすいので僕結構こうねこれ部屋着とかでも使っちゃってますね。それくらい着心地のいいリラックス感のある生地感になってます。柔らかさが多分伝わると思うんですよねこれで。はい、っていう感じでちょっとね最後にジャケット着てみたいと思います。はい、こちらになります。これがジェネレーション3のレベル7になりますね。サイズがエクストララージレギュラーだっけな、さっきお伝えした通りになります。こんな感じでめちゃくちゃでかいんですよ。なんで袖とかねしっかりと手を通さないとこんな感じでね手が元から長い僕でも全然でかいです。なんですけどもこれをねこんな感じで着るとここにね程よい溜まりができるんですよ。もちろんマジックテープはギュンと締めているんですけども、このねシルエットが僕結構好きで、もちろんこの裾の部分ここに関しても中でねソロコードを引っ張って絞っているっていうのもあるんですけども、この何とも言えない落ち感とルーズ感、まあ、一歩間違えるとちょっとだらしないファッションにはなっちゃうんですけども、太めのパンツとかワークテイストのアイテムと合わせてもねゆるっと決まってくれるアイテムなのですごく気に入ってます。で、着心地もねやっぱでかいんで中に何着てもいけますし、最近だとオーバーサイジングのねインナーが多いので、そういったアイテムもねこう袖のところにゴワつきが出なかったりとかするサイズ感なので、まあ、そういったところもねレイヤーしやすいっていうのがあってよく着用してます。これを古着屋さんで見つけてサイズが2個くらいあったのかな、その中でも一番大きいものを僕は購入したんですけど、こっちで良かったなっていう風に思ってます。もちろんいろんな着方があると思うんですけども、このカラーとねそのゆるっとした感じが個人的には大好きです。こんな感じです。はい、っていう感じでね今回はエクワックスのアイテムを3点ご紹介と、あとエクワックスについて深掘りしてみたんですけど、いかがでしたでしょうか。どれもね高機能で使いやすいので、ぜひ古着屋さんとかで見かけることがあったら手に取ってねチェックしてみてください。ご状態も様々だと思うんですけども、かなりデッドストックに近いアイテムなんかも転がってたりとかするし、あ、この値段で買えちゃうのっていうね安いお店なんかもたまにあるのでね、まあ、そういう探す楽しみもあると思います。特にこの今僕が着てるレベル7なんかは僕は3万円で購入したんですけども、かなりね機能性的には高いと思いますし、でケアも楽なので、まだまだ寒い時期が続くので、なんか古着屋さん巡った時に見かけた時はねぜひ着用してみてください。はい、っていう感じでね今回の動画が良かった、参考になったとありましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。またねなんか気になるアイテム等とかあったらコメント欄で書いてくれればね、ちょっとそれについての動画再度撮ったりとか深掘りしたりとか、あとコーディネート提案してみたりとかいろいろやってみたいなっていうふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、っていう感じでまた次の動画で会いましょう。バイバイ。